本チャンネルといえば部落童話地区の公開なんですけども、その意味についてね、改めて理論的に明らかにしていこうと思います。まずね、どうして部落公開するんだというところなんですけども、逆に考えてみてください。公開するの逆は非公開にするで、隠すっていうことなんですけども、じゃあ隠す場合はなんで隠すんだということを説明しないといけないわけです。で、まあ、法律で言えばね、情報公開法があるわけですけども、例えば公的なね、機関が何か文書を公開する場合は、別にその公開する理由っていうのを説明しなくてもいいわけです。公開すること自体がある意味説明責任を果たしているわけですから。ただ非公開にするということになった場合は、非公開にするのはなぜだっていうことを説明しないといけないんですね。それは法律にそういうふうに書かれてます。で、そういう法律が作られるのは、やっぱ物事の筋というものがそういうものだっていうことなわけですね。で、じゃあ部落の場所をね、公開しない非公開にするっていう場合の理由っていうのはね、これはどうしてもね、普遍性がない。その時間的にもね、この場所的にも、その部落の場所に住むと差別されるからっていうようなね、ことがまあ理由として挙げられるんだけども、それってね、まあ日本国内だったらまあ通用するかもしれない。外国だったらそんなこと通用しないですね、まず。で、日本国内でもその沖縄とか北海道なんか関係ないですからね。で、時間的に言えばね、100年後も200年後もそういうことを言ってていいんですかっていうことですよね。その隠すということを、逆に隠すという目的のために、もう100年後も200年後もね、部落差別されますみたいなね、説明をするのかっていうところがあるんですね。で、にもかかわらずですね、まあご承知のように裁判所は全国部落調査を発禁にしてますけども、どう考えても理屈無理あるでしょ。その地名が個人のプライバシーに属するだとかね、なんか機械的に人の住所をね、その部落の場所と照合して、で、この人は部落民だ、この人は違うみたいな、そんな判断をしてるじゃないですか。で、これ本当常識的に考えるとおかしいと思うんですよ。で、なんでそんな無理をしないといけないかっていうことは、それは部落の場所を隠すということで、隠すための理由説明というのができないからね、できないからなんです。それは理論的に、だから理論的に不可能なことを無理やりやってるから、もうおかしな理屈しか組み立てられないっていうことなんです。ということでね、部落の場所を公開することが正しいというのは、それは部落を非公開にするということの理由が正しくないからなんですよね。